私は主様をお慕いしているのですね。こんなことって、でも思いは理屈や計算ではどうしようもない。御剣たちへの授業の教本はとっくに出来上がっているというのに、ダメ、自分から主様に言い出すことができない。だってこれをお渡ししたら本当に主様と私だけの授業が終わってしまうから。私だけの主様、息抜きをしないと、このままでは思い詰めてしまいます。主様、どうしてここに？私は、はい。どうしても納得のいく仕上がりにしたくて、せっかく主様と作り上げた教本ですから。ええの？あ、いや、いいのですか？待っていていただけますか？はい、お待ちください。はい、私は先生ですから。みんなの先生として、つーちゃんの母として、これからも私は私を貫きますね。それに主様が私を頼られているのですから、答えないといけませんよね。何でもですか？なら一ついいでしょうか？主様に聞いてほしいお願いがあります。やっぱり今はやめておきます。でもいつかその時が来たら、改めて私からのお願いを聞いていただけますか？むしろ主様にしかできないことですから。楽しみにしてますね、主様。よろしゅうに、ですよ。